とモーニング、綺麗に見えてますね。雪もだいぶまた降ったみたいで、いや片付けなあかんねんけど、なかなかね、ほんとどん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 、はい、木はね、落葉していってるので倒木しとるな。隣、こっからはもう隣ですけど、おじさんあんなとこで寝てるしね、富士山が見えるところで気持ちよさそうに寝てますよ、おじさん。あ、こっち見た気持ちよさそうやな、ロイちゃん。折りたたみテーブルと合うようにここの表面を削って、ここを塗装し直そうと。お父さん何してますかって、綺麗な富士山背景に当てねえちゃうロイちゃんはいつもあそこね、だいぶ削れましたよ、ここも。ほらちょっとあるけど、なんか食べるもん探してるだけやもんな。もう全く意味なし、何の改善も何のあれもなし。お昼休みですな。さあ、チッチしてくださいよ、お嬢さん。チッチしてくださいよ、チッチ。なんでお父さんの周りでやるの？ほら、もういい感じでもみじが色づいてますよ。いや、遊んだらええがな。どういっちゃ、いや、決めんでいい別に写真だって。レーン食べるなって言ってんねん。まあ、庭に出ても、まあ、それでいろんなもん食べて、お前うんこゲロゲロゲロの、まあ、ゆるゆるなってんねんからさ。お父さん散歩行きたいですってさ。まだ姉ちゃん寝てるよ。気だね、君はアクティブだわ。寒くなってきたというのに、その元気さはどっから来んの？まだ2時、お昼の2時。久々に牧場行きますか、ロイちゃん。な、気も深まる。こんな感じですな。綺麗な綺麗な遊びの時を歩いていきますよ。うちにもこういうの一本欲しいよね。ほんまね、ね、富士山眺めて、ね、この牧場コース。だんだんロイが不思議反応が薄くなってきた。ですで遊んでます。その間にロイが遊んでる間にアテネちゃん食べ終わったね。